故郷の町が焼かれたその日に、みんな軍に志願した。あの日の僕らは、命を懸けうるものがあると信じていた。それがどんな代償を払うものか知りもしないで。それでもあれが僕らの青春だった。北東の風、快晴。おいラズ、寝るな。本気で眠りこけてたわけじゃねえよ。お前こそ気張り続けてちゃ持たねえぞ。手震えてるじゃねえか。頼むぜ隊長、やっとやり合えるんだからな、帝国のクズどもと。風が変わった、来る。お、いつもの風のお告げか。敵が来るんだな。お前ら出撃だ。臨床隊聞こえるか。 EG プラトン、こちら EG プラトン隊長クロード・ウォレス。帝国軍が動き出した、そちらへ向かっている。そのようだ。頼む、そこを抜かれたら戦線が崩壊する。臨床隊了解。幸運を。攻撃が終わるまでは敵も前進してこない。その間に有利な配置につく。海は迂回して南の丘へ登り、敵左翼の足止め。ラズは東側で敵の注意を引きつけてくれ。随伴人2名。お前らしっかりついてこい。いつでも行けます。ハーフェン号前進。臨床隊戦闘開始。みんな訓練通りやろう。僕たちならできる。進軍してきた帝国軍を叩く。臨床隊出撃だ。ラズ、準備はいいか。いつでもいいぜ、無敵のラズ様に。よし、まずは歩兵で攻撃を仕掛け、敵の出方を見る。臨床隊前進。よし、みんな入っ、いよいよだ。隊員たちが戦場で生き残れるかは、隊長である僕の指揮にかかっている。集中しろ、訓練を思い出せ。僕ならできるはずだ。任せときな。見つけたぜ。連邦のやつら
邪魔な奴らがいる。ついさっき無敵がどう。これぐらいで足止めを食って泣き言とは笑わせる。お前は普段から調子に乗りすぎなんだ。もっと。ああうるせえ。早くあいつを片付けてくれ。言われるまでもない。一瞬で済ませてやる。前進する。この程度か。分かってる。歩兵部隊前へ。今がチャンスだ。一気に攻勢に出るぞ。開始だ。くれぐれも短絡的な行動はするな。この程度か。なるほど。前進する。
ラズの兄貴、見ててくれ。戦車のお出ましか。ラグナイトエンジン始動。僕たちの出番だ。行くぞ、マイルズ。はい。よし、ハーフェン号出撃。敵戦車を撃破する。前進する。まだやれる。前進する。どんな相手だろうが、連邦一の精鋭部隊、E小隊の敵じゃねえ。なあ、クロード。って、どうしたよ、その面は。花畑か。
あ？なるほど。確かにこりゃひでえや。だがお前、仮にもレンジャー部隊の隊長様だろ？隊長だろうが、一兵卒だろうが、悲しい光景を見れば心は痛むよ。このご時世、うぶな田舎娘でも花畑程度じゃ泣かねえぜ。そうかもしれない。だけど心の中じゃみんな。はいはい、お得意の説教は後にしてくれ。さっさと上官に報告入れてこいよ。このまま待機じゃ酒も飲めねえ。そうだな、指揮所へ報告に行ってくるよ。おう、上官殿に伝えといてくれ。次はもっと手応えのある奴らと戦いてってよ。序章。